なるな。に、なります。で、こちら、シートが、フィルムが挟んであります。具材とパンの間にフィルムが挟んでありまして、こちら、なんで挟んでるかっていうと、その野菜がシャキシャキじゃないとか、そういう意見がありまして、あとパンがその水分を吸ってベチャベチャになっちゃうとか、そういう意見を、元にして作る、このフィルムを挟んであります。このフィルムを挟むことによって、そのパンに水分が移らないので、パンがびしょびしょにならないっていうのと、レタスが、野菜がそのパンと触れないので、シャキシャキのまま食べられるっていうのでこのシートが挟んであります。でこのシートを次抜くんですけど、この抜くときがちょっとポイントになりまして、ちょっと息にカッと引っ張ってしまうと具材がピョーンって飛んでいってしまいますので、ちょっとこう優しくこう揺らしながらこう抜いてもらうとこういうふうに。こういうふうにこうスッと抜けますちょっと飛び出ちゃいましたで、次にこちらのドレッシングが、シーザードレッシングになってます。でシーザードレッシングとこのパンに合うってさっきも言ったんですけども、オリーブオイルが一緒になっているドレッシングになります。でこちらをかけるんですけども、ちょっとこのかける面積がちょっと狭いので、これも慎重にかけていただきたいなと思います。大丈夫ですかね。こうパチッとこうパチッとやってもらったらこう開くので、こう絞っていきます。でこれ、初めに全部絞ってもらってもいいですし、こうちょっと残しといて食べながらかけていただいてもいいかなと思います。まあ、とりあえず全部絞っちゃいます。で、これで完成になります。もうあとはバクッと